ャンネル。DYM 人事部熊谷です。大野美奈香です。鎌田です。はい、そして今回のゲストは南部さんと阿久津さんです、はい。お願いします。よろしくお願いします。はい、今回ですね、まあ、ちょこちょこ登場している南部さんにですね、ちょっとスポットライトを当てていこうという趣旨でございまして。はい。はい、でまあ、せっかくなんで南部さんだけ話しても面白くないので、まあ、対局にいるようなですね、ハイスペロジカルといった、社員ですね、阿久津さんを呼んでちょっと一部バトってもらおうかなというようなところも含めたコンテンツとなっております。はい、まあ、年齢も思考回路もですね、かなりこう対局にいる2人というところなんですが、まあ、ちょっと話戻してですね、まず自己紹介からお願いしたいなということで、南部さんの方から業務内容、年収、部下の人数などなどまた聞いてもいいですか。はい、はい、DYM の南部と申します。業務内容は、約年間600社様ほどの採用コンサルをさせていただいております。で、部下の人数は、まあ、部署の全体で約100名ぐらいの部署なんですけども、まあ、営業部隊なので約、まあ、全体20名ぐらいという形になるかなと思います。はい、はい、営業だけじゃなくてですね、マネジメントもやっている、はいはい、人材事業部のエースですね。すいません、はい、なぜか謝られました、はい、こんなにすいません。阿久津さんは一方で今入社5年目ですかね。はい、はい、で理系で、はいはい、ウェブプロモーション事業部の責任者と広告運用の責任者をしていると、はいはい、数字が得意だということですね。そうですね、はい、南部君に足りないところは何だと思いますか。そうですね、何でしょう、まあ、やっぱりその行動力とかっていうところは素晴らしいと思うんですけれども、まあ、その行動の手前でちょっと考えたりとか、予測したりっていうところが備わっていればさらにものすごいマネージャー、ビジネスマンとして活躍してくださるんじゃないかなと思ってます。ちなみにすみません、お二人は先輩後輩でいくとどんな感じのちょっとですね、南部は中途入社なので、はい、単純比較難しいんですけど、はい、年齢と社会人歴でいくと南部の方が先輩です。そうですね、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ、年上の方に今から噛みつくっていう、そうですね、後輩からダメ出しをされたりもする、分かって見てる方が面白いんで、はい、すいません、説明不足で失礼しました。ちょっとまた南部さんの方にスポットを戻しまして、はいはい、学生時代ってこう何か頑張ってきたこととかあるんですか。学生時代はもう私はもう野球しかやったことなくて、はい、もう高校まで全部野球で進みましたんで、野球漬け、野球漬けですね。まあもうこのわけは一部大学までになっちゃうかなと思うんですけど、もう野球少年オンリー以上って感じですね。うん、はい、スポーツ推薦とかそういう感じですか。そうですね、野球 の, もう推薦で、野球はまあ東海大系列の高校でですね、甲子園にも行きまして、もう本当に1年間、休みが7日しかないっていうような高校だったんで、もう本当に野球オンリー以上って形の、はい、生活をずっとしてきました。はい、でそこから就活というところに入っていくと思うんですけど、はい、南部さんは中途入社ですもんね。そうですね、はい、はい、就活はどんな流れだったかとか、まあ、どういう経緯でこう DYM 入社になったかっていうのをちょっと聞いてください。就職活動は私の時代はもう本当に買い手市場の時代で、まあ、もうどこの人もみんな100社、120社、30社エントリーはもう当たり前だったんですけども、うん、まあ、その中で私はなんかもう商社マンかっこいいみたいな、まあ、イメージがあったんで、ひたすら商社にエントリーをしてました。はい、ミーハーに。ただでも商社何かは分かってなかった。はい、勝者が何か分からなかったんですけど、もうひたすら勝者にエントリーして、うん、受けてって学んでいくみたいなことをしてましたね。はい、まあ、ただ結構就活は頑張ったかなと思ってまして、結構戦略的に初めの方は面接してもらいやすいすごいちっちゃいベンチャーみたいな、お洋服商社みたいな、はいはい、ところで受けたりとかして結構練習して、うんうん、で本番は大手が来るんで一応ちょっと大手もトライしてみたりとか、うんうん、いうような記憶はあるかなとは思いますね。はい、で新卒で見事商社に。そうですね、はい、私の時は東日本大震災が来てしまったんでちょっとぐちゃぐちゃな世代、就活世代ではあるんですけども、まあ、なんとかですね一社大阪の方の商社にですね内定をもらって
まあ、内定を勝ち取ってですね、入社を決めたというのが経緯かなと思っております、はい、その会社を退職してというところなんですけど、なぜまた退職したんですか。ですね、まあ、ちょうど商社は、福岡配属になって、1年間で退職してしまったんですけども、まあ、理由はですね、まあ、商社ちょっと父が海外の大学を出てるっていう関係もあって、まあ、どうしてもこう海外に行きたいなっていう、まあ、正直英語喋れないんですけど海外で働くのが商社マンみたいなイメージもあったんで、まあ、働く前提で入ったんですけど、まあ、やっぱり結構、まあ、歴史も長い会社だったんで、まあ、これ 4,50 代とか、まあ、早くても30代後半ぐらいじゃないと海外に行けないなというのはもう1年目の時点で分かってしまいまして、でちょっと尖ってたんでもう1年できっぱりやめまして、で、まあ、バックパッカーでもいいんでもう海外行っちゃおうかなぐらいな感じでぶっ飛んでる形だったんですけども、まあ、ちょっとそこをくすぶってる時に、まあ、たまたま今のですね、あの DYM タイランドっていう会社に応募する機会がございまして、まあ、そこで、まあ、DYM タイランドに内定をいただいて、はい、タイのバンコクにですね、赴任するというところが決まったのがDYM の始まりかなというふうに思ってます。そうですね、はい、なので当時確か本社採用じゃなくてタイの子会社の現地採用だったんで、現地採用、給料も現地水準、給料半端ないですよ。いくらでしたっけ給料、5万バーツなんで15、6万円ぐらい、月15万ぐらいのレートだと思います当時はですね。でそこから日本にということですね、はい、そうですね、まあ、タイでは1年間、まあ、テレマーケティング、まあ、コールセンターのスタッフみたいな形と、うん、あとはもう半年間はこれ僕の人生の起点だと思ってるんですけども、タイの日系企業に飛び込み営業で1日25枚の日本人の名刺を集めてこいというなんかミッションがありまして、はい、僕まだちょっと素直で何も分かってなかったんで、とにかく日本人の名刺を集めてくればいいんだみたいな感じで思ったんで、もう1日日系企業ビルの、まあ、30階からもうぐわっと高層ビルの下までですね、階段で走ってひたすら日本人を出せ日本人を出せの繰り返しをビル丸ごとですね、上から下まで行って、とにかくもう名刺を集めると、うん、で、まあ、1日25枚だったんで、まあ、夜までに集められないと夜は、まあ、居酒屋とか、うん、バーとかに行って日本人絶対いるんで、そこで、まあ、とにかく名刺なんか集めにみたいな感じで毎日平日はですね、タイのバンコク中を走り回ったなという記憶がございます、はい、懐かしいですね、はいはい、でちなみに学生時代、まあ、特に大学時代のご友人ってのはどういう会社で働いてたりとか、どんな働き方の人が多いですか。僕の大学の同期は、まあ、基本的に公務員か、まあ、エンジニアみたいな、なんか2つに分かれてる、もしくは人材系みたいな会社の3パターンがほとんどかなというふうに思っておりまして、なんかあんまり当然 大企業行ってますみたいな形のケースとかはないですね、はい、阿久津さんどうですか、南部さんの話聞いてみて。結構衝動性が高い一面も垣間見えたりしましたけどそうですね、はい、僕は海外にも興味があまりなくて、で就活も3社しか受けてなかったりとかっていうところで、まあ、生い立ちから、まあ、あと小学校受験からしてて、まあ、スポーツに打ち込んだとかっていうところもあんまりなかったので、正直生い立ちから全てが違うなって分かってないですね、なんかこやつとは違うぞと、まあ、あと、大学の周りの、ところも、まあ、就活とかっていうよりは研究室の推薦で、本当に教授推薦でこの大手の SIR に行ったとかっていうところがかなり多いので、本当に周りにいない人材というか、本当にこの会社に入って初めてこういう人もいるんだなっていうふうに思いましたね。初めて動物園来たみたいな、ね、そうですね、ちょっと大きい人が暴れてるなっていう印象ありましたね。両極端、ダイバーシティってやつですねこれがね、はい。日本に戻ってきて DYM の本体で働き出してから、何かこう心がけてたこととか気をつけてたことってありますか。そうですね、まあ、正直初めの1年間はもう海外に早く帰りたかったんで、帰るために仕事をしてたみたいな形だったんですけど、言ってましたね、はい、まあ、でもなんか
こう、まあ、採用の部分でいうと、まあ、いろんな企業の採用コンサルとかさせていただいて、まあ、あのこう一社一社の、まあ、10年後の、まあ、こういう子たちを採用すれば10年後どうなっていくのかだったりとか、まあ、あと経営者の方たちと一緒にこうあのお仕事するケースがすごく多いので、なんかこう会社とはどうあるべきかとか、まあ、キャッシュが動くのってどういうふうに動いていくのかとか、そういうのを学べるのって、まあ、やっぱりあの経営者とですね一緒にお仕事をすることで学ぶことはすごく多かったので、まあ、これ今海外に帰っても何も変わらないなというふうに思ったんで、今もまだもう6年間ぐらいですね。そうですね、6年目なんで、はい、まだ残ってるんですけども、結論ですね、まあ、先ほども伝えたようにタイでなんかこう1日25万円名刺交換集めるみたいなのが僕 の, あのすごくベースになっていると思ってまして、まあ、それがなんかこう当たり前だと思ってやっていたので、まあ、当然日本に帰ってきてもなんか当たり前にですね、あのおそらく普通に考えたらいやいやそんな面倒くさいことやんないでしょみたいなことをですね、当たり前に僕は多分繰り返して1年目の時はやってたなという記憶が、まあ、あの日本に帰ってきてもちろん25万円集めることはしなかったんですけども、あのもうバンバン気にせずいろんな人のアプローチができたなというイメージはすごくありますので、どうかですね、なんかこう自分の常識にとらわれてこれぐらいやったら俺頑張ってるでしょっていうことは絶対ないと思いまして、まあ、自分のこう常識ってどん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 こう更新されていくもんだというふうに思っておりますので、ぜひですね、あの自分の限界値を決めないで頑張っていきましょうになっちゃうんですけど、いいですかね、頑張っていきましょうっていうことですかね、頑張っていきましょう、エフラの皆様。はい、鴨本さん、いかがですか。初めて動画で喋りますけどすごくいいなと思ったのはですね、結構重要な話が、25枚の名刺を集めようと思って集まらなかった時、夜バーで行って集めた。そのなんか20枚だろうが25枚だろうが何でもいいんですけど、最後のその25っていう数字を達成するために、最後そこにバーまで行けるやつが勝つんですよ。結構これビジネスっていうか、まあ、営業とか特にそうなんですけど、最後帳尻を合わせる力みたいなところで、まあ、なんかどんなにすごいこうライン際までボールを追えるやつというか、なんかそういう力って結構社会人になってから結果を大きく左右するんで、なんかやっぱそのタイ時代からそういう力があったから、多分社長にその力を見抜かれたんじゃないかなと。だから、まあ、結論25枚っていう数字は別にそれがすごいかどうかなんて分かんないんですけど、でもそのバーにまで行ってっていう手段を選ばずにできるっていう力がやっぱ大事だと。それがやっぱ日本に帰ってきても結果に現れて実際に稼いでるんだなというふうな印象を持ちました。じゃあ最後、対局の阿久津さん感想をお願いします。はい、はい、まとめと感想ね、はい、そうですね、やっぱり、僕は、行動よりも考える方がやっぱり先に出ちゃってるので、やっぱりそういった本当にあと25枚まであとちょっとっていう時に、じゃあどうすればいいかって考えてそのまま夜を迎えたりっていうようなこともあると思うんですよ。やっぱそういったところで、もう考えるよりもまず行動っていうところはもう素直に見習うべきところだと思いますし、まあ、そこを両方扱えるというか、じゃあ考えて効率的にできる部分と、とりあえずまず行動を起こして、結果を残すっていう部分、それぞれバランスよく、できるようになるっていうところが、やっぱり一番ビジネスマンとして強みが出てくるんじゃないかなと改めて思いました。じゃあ本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。